応援家ニンガム・ウィルソンはアメリカ合衆国の俳優、声優、脚本家。テキサス州ダラスにてアイルランド系アメリカ人の両親のもとに生まれる。父親のロバート・アンドリュー・ウィルソンはテレビ局の広報担当、母親のローラ・ウィルソンは写真家。兄のアンドリュー、弟のルークも俳優。ニューメキシコ州の軍隊高校を卒業後、テキサス大学オースティン校に進学。 大学在学中にウェス・アンダーソンと出会い、共同で執筆した脚本がアンソニーのハッピー、モーテルとして映画化された。天才マックスの世界やザ・ロイヤル・テネンバウムズの脚本も書いている。ザ・ロイヤル・テネンバウムズではアンダーソンと共にアカデミー脚本賞にノミネートされた。ジャッキー・チェンと共演したシャンハイ・ヌーン、シャンハイ・ナイトやウェディング・クラッシャーズ。 トラブルマリッチ彼と私とデュープリーの場合といったヒット作にも出演しハリウッド人気スターとなるケーブル街に出演して以来ベンスティラーとの共演作も多い2014年10月に東京国際映画祭において自身の出演作マイファニーレディが公開されるのに合わせてピーター・ボグダノビッチ監督と共に初来日を果たした10月29日には ボグダノビッチ監督と共に、六本木の上映会場で、Q、Q&A なども行った。2007年撮影変わった花の形をしており、高校時代に、フットボールで怪我をしたのが原因らしいが、本人はそれについて、あまり語りたがらないという。ウェディングクラッシャーズの音声解説では、高校時代に、教師から顔面を強く殴られて地面に倒れてしまい、後になって、 レストランで会った時も恐怖を覚えたほどだったと述べている。他のサイトでのプロフィールでは、妻はジーナガーションとなっていることがあるが、交際の審議も不明で、結婚はしていない。日本だけにこの間違いが流れたようだ。2007年8月26日に両、手首を切り、錠剤を過剰摂取するなどして、自殺を図り、病院に運ばれる。その後が心配されたが、 10月4日には、ダージリン休校のプレミアに姿を見せた。ベン・スティラーが監督を務めた、トロピック・サンダー、史上最低の作戦にカメを出演する予定だったが、交番マシューマ・コノヒーが代役を務めた。なお、自殺未遂のゲーム。当時交際していたケイト・ハドソンと発局したためではないかという噂もあるが、これを否定する意見もある。映画の中では、 能天気なプレイボーイを演じることが多いが、実際には気まじめで誠実な性質である。夜遊びに関しては、一般的なイメージに反してかなり否定的で、上海ヌーンでは、自身のスタントマンに対して、妻子がいるのに、と非難したエピソードを語っているし、ウェディングクラッシャーズの際にも、こうした、馬鹿げたことは、せいぜい20代までで卒業すべきといった趣旨の発言をしている。 彼がコメディ映画に出演していることについて、親友のアンダーソンはずっとシリアス俳優だと思っていたから、陽気でイージーオーイングな兄貴っていうイメージが定着したことにちょっと驚いていると述べている。アンダーソンは彼のためにライフアクアティックのネットを描き、誠実で優しい青年として描いている。非常に頭が良く、ミスターボディガード。 学園生活は命がけではほとんどぶっつけ本番で演じたり、ミートザペアレンツにでは音楽に合わせて楽器を吹く動きを短時間で習得した。非常に動物好きでガルシアという名のオーストラリアンキャトルドッグを飼っている。上海ヌーンでは初めてだったにもかかわらず見事に馬を乗りこなし、気が立っていた馬の背に優しく手をかけて落ち着かせる一幕もあった。 マーリー世界一おバカな犬が教えてくれたことの撮影中は登場する犬たちの面倒の大半を引き受けたという。撮影時には過酷な要求にも我慢強く応じることで知られ、上海ヌーンでは日照りの中で首まで地面に埋められた状態で何時間も耐え、続編の上海ナイトでも逆さ釣りのまま何度も水につけられる場面をスタントなしでこなし、 監督らから称えられた。ミートザペアレンツでは、彼が、解雇趣味だと語られている。2011年、オーウェン・ウィルソンが初来日。名称ボグダノビッチ作品への出演は、誇り。2015年2月14日閲覧。オーウェン・ウィルソン IMDB ハット、自殺未遂かナイトミュージアム、オーウェン・ウィルソン手首を切る。シネマトゥデー。 http://www.cinematoday.jp スラッシュページスラッシュ n00113402013 年3月22日閲覧。オーエン・ウィルソン・ホスピタライズド・アフター・スーサイド・アテンプト。トランスワールド・ニュース。 http://www.transworldnews.com <noise> スラッシュ newsstory.aspx ストリートイコール216082007年8月27日閲覧ムービー t v n e w s a t i m d b c o m 2 9 2 0 0 7 imdb.com http://www.imdb.com スラッシュニューススラッシュベンスラッシュ2007だ主08 292007年8月29日閲覧ウィルソンメイクスファーストパブリックアピアランス imdb,http コロンスラッシュスラッシュ www.imdb.com スラッシュニューススラッシュベンスラッシュ2007-10-05スラッシュセレブ112007年10月6日閲覧トラベルヤフー応援員スーサイドアテンプトニューヨークポスト2021年1月11日閲覧ライフアクアティックインタビュー ウェス・アンダーソン監督インタビュー映画 .com2021 年1月11日閲覧エネミーラインの上映スケジュール映画情報映画の時間アイスパイの上映スケジュール映画情報映画の時間ナイトミュージアム2の上映スケジュール映画情報映画の時間ありがとうございます